どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、ヤクザ映画を見た後の先輩の相手に疲れてしまいがち。ゆっくりマリサだぜ。小学生がジャッキーチェンの映画を見た後のように、ヤンキーの先輩が、ヤクザ映画を見た後というのは、やたらとイケイケになっていて、その相手をするのが疲れるんだよね。そんな、ヤンキーの先輩がヤクザ映画を見た後のイケイケ度が 200%。上がってしまうあるあるは置いといて、今回はあの木村兄弟の弟、幸次郎も在籍していた。山口組系の極真連合会について解説をするよう。あの木村幸次郎も最終的に極道の道に入っていたんだよな。今回もどんな極道組織だったのか楽しみだぜ。霊夢、詳しい解説をよろしくだぜ。みんな、最後までバックレンなよ。ゆっくりしていってねー。山口組分裂騒動とは、2015年に日本最大である指定暴力団の山口組が分裂したという事件で、山口組内の最大派閥だった山県組を筆頭に13の組織が離脱すると、神戸山口組を新たに結成し、自分たちこそが正当な山口組であると主張したんだよね。そもそも、なぜ山県組を筆頭にした組織は、山口組を離脱してしまったんだ。この分裂の原因は、山口組の6代目に司忍が就任したところから始まり、司忍組長の出身母体である、弘道会による人事や組運営、強引な会費集めなどを不満に抱え、それに加えて山口組の本家を、司忍組長の母体組織のある名古屋に移転させようとするなど、100年以上続く山口組の伝統に、泥を塗る非道が目に余ったため、山県一派の組織が離脱するまでに至ったんだよね。確か、その後には3つの団体に分裂していたよな。そうだね、山口組から分裂した神戸山口組から、さらには任侠団体山口組が分裂するという事態に陥り、その原因とは神戸山口組は新たに結成した組織でありながら、昔ながらの変わらない、極道組織の体制に危機感を覚えたということで、織田義則が筆頭となり、新たな極道組織のあり方を目指し、神戸山口組から離脱したんだよね。まあ、極道組織にもいろいろな事情があるというわけだな。実は、この山口組の分裂騒動が、今回解説をする極真連合会にも大きな影響を与えることにもなるんだ。そうか、山口組系の組織なので、分裂騒動の影響も出てくるんだな。極真連合会とは、大阪府東大阪市に本部を置いていた暴力団で、結成当初は橋本組として、大阪を拠点にしていた独立組織であったが、3代目山口組の時代に山県組の傘下に加入したことで、山口組の3次団体として暗躍していたんだよね。最初は大阪の独立した組織だったんだな。歴史はそれほど古くないのかな。当時は大阪の違う組織に所属していた橋本博文によって結成されたんだけど、1963年に極道の世界に入った。最初の組が解散をしてしまい、それを機に橋本組を結成し、76年に山県組に加入すると、あの山市構想にも山県組の一員として参加したそうで、この頃から武闘派として名を高めることとなり、87年には山県組の若頭代行にまで上り詰め、結成した橋本組から極真連合会と解消したんだよね。そうか、橋本会長がここまで築き上げてきたというわけなんだな。その後、三代目山県組において組長代行にも就任すると、山口組の直参へ昇格し、これによって内部昇格する形で山口組の二次団体となり、山口組が6代目に代替わりして新体制になった後も、引き続き直系組織として活動することとなったんだよね。山口組内でも、着実に組織力を上げていったんだな。極真連合会は組織力を拡大させると、しのぎの方でも芸能界と太いパイプを持ち、あの島田紳助が、引退に追い込まれるきっかけとなった写真も有名で、芸能人や著名人のトラブルの後処理などを引き受ける、ケツ持ちを務めることも多く、芸能関係のしのぎで結構稼いでいたそうなんだよね。そういえば、島田紳助の引退や、芸能界と極道の関係についても解説していたよな。その他のしのぎについては、地上げや繁華街のみかじめ料といった定番のしのぎ以外にも、大阪のドヤ街と言われる西成で倍、宿を営んでいたり、特殊詐欺系では不法滞在の外国人労働者の斡旋や、貧困ビジネスなどにも手を出していたそうなんだよね。しのぎに関しても、結構手広く手を出していたんだな。
それと橋本会長は格闘技好きでも知られ、大阪の半グレ集団の格闘技団体、つわもののケツ持ちをしていたり、あのボクシング世界チャンピオンの渡辺二郎の谷町だったことも有名で、後に渡辺二郎は、極真連合会の相談役にも就任しており、羽賀健二と共に恐喝事件を犯した時にも、バックに極真連合会がついていたと言われているんだよね。渡辺二郎は、昔から裏社会と繋がっていると有名だったもんな。格闘技界アウトローの他にも、あの木村幸次郎も極真連合会の参加組織に在籍していたことがあり、極真連合会の関東ブロックで、主に関東連合の特殊詐欺の利権奪還と組織壊滅を任務にしており、組織は別だったが、新宿ジャックス時代のアウトロー仲間と共謀し、徹底的に関東連合を追い込んだんだよね。そうだったのか、じゃあ次は木村幸次郎についても解説してくれるんだな。木村幸次郎は、新宿ジャックス時代にイベントサークルを仕切り、その業界では知らぬ者はいないほどの、力を持っていたと言われ、多額の資金を得ると傍若無人な様に、同じチームだった、金村隆弘なども距離を置いていたと言われていたんだよね。木村幸次郎の方は、金村隆弘を先輩と思っていなかったと言われていたもんな。大きな資金源を得ると、それまでのネットワークを使い、闇金や振り込め詐欺を手掛けるグループを作り上げ、警察からのマークがきつくなることも想定していた木村幸次郎は、ネット上に架空の人物を作り上げると、口コミやデマなどを広げ、詐欺グループの発覚をうまく逃げ隠れていたと言われたが、それに対峙してきたのが三立真一率いる関東連合の詐欺グループで、次第に利権を争うようになっていったんだ。昔から木村兄弟と関東連合はバチバチだったよな。この特殊詐欺の利権争いに決着をつけるべく、木村幸次郎は極道の道に進むことを考え、極真連合会の参加の組に入り、ケツを持ってくれる後ろ盾も得たことで、関東連合の詐欺グループの、アジトにことごとく勝ち込みを仕掛け、関東連合の詐欺グループは壊滅的な打撃を受けたんだよね。こうなってくると、関東連合側も黙ってなさそうだな。そうだね、これに関東連合のリーダーであった三立真一は、木村幸次郎襲撃の計画を立てると、石本太一に指示を出し、風俗店に後輩といた木村幸次郎を見つけ出し、軍用のナタで襲いかかると、新宿ジャックス時代の後輩であった山口組系の組員の男が体を張って間に入ったんだけど、組員の男はナタで滅多刺しにされ、後遺症が残るほどの重傷を負わされたんだよね。滅多刺しにした相手が、山口組の組員というところがヤバそうだな。これに、重傷を負った組員の組や、極真連合会も黙っていなかったが、組としてはあまり派手に動けない。事情があったので、木村幸次郎を一旦組を抜けさせ、その代わりに山口組系の岡川総洋の残党で結成された。赤札軍団という、極真連合会の実動部隊とも言えるグレン隊をバックにつけさせたんだよね。なるほど、組を抜けさせてグレン隊としてなら、動きやすいというわけだったのか。これにより木村幸次郎と赤札軍団、さらに新宿ジャックス時代の反関東連合の仲間だったモッコリーズの、最強タッグだった野村と篠崎も加わって、後輩の山口組員を刺した関東連合系のメンバーを探し出し、拉致して後輩と同じように重傷を負わせ、その後も金村隆弘など関東連合の幹部をこぞって襲撃すると、これに三立真一は責任を取り事務所まで詫びを入れに向かったんだよね。この揉め事は、詫びを入れただけで解決するようにも思えないんだぜ。そうだね、三立真一が詫びを入れて終わるわけもなく、今回の落とし前としては関東連合の永久解散、繁華街立ち入り禁止、それに極めつけが関東連合自らが、金村隆弘を始末するという、尊敬する三立真一にとって一番酷な条件を出したそうなんだけど、実行されることはなく西新宿事件に至ったんだ。関東連合が壊滅の道を歩んでいくことになるんだったな。新宿ジャックスにも席を置いていながら、関東連合の相談役も担っていた金村隆弘についても、詫びを入れるために事務所に出向くように伝えていたが、一向に来なかったために木村幸次郎を含めた、赤札軍団によって金村隆弘を襲撃すると、西新宿事件に発展したんだよね。この西新宿事件から関東連合と、木村幸次郎の対立が再演するんだよな。この日新宿事件によって金村隆弘は命を落とし、三立真一率いる関東連合が激高すると、もはや木村幸次郎への復讐心しか残っておらず、なりふり構わず六本木クラブ事件を引き起こし、この事件も木村幸次郎が影武者を使って絵を描いたと言われ、これらによって関東連合の、ほとんどの幹部が逮捕されると組織は完全に壊滅、金村隆弘襲撃から一連の事件に関しては、
極真連合会が裏から警察に手を回して、捜査を打ち切らせたと言われているんだよね。日新塾事件の犯人も未だ捕まらずに、未解決のままだったもんな。極真連合会は山口組の分裂騒動が逆風になったと言われ、それは分裂を引き起こした組が、傘下に属していた山県組一派だったということで、極真連合会は分裂に同調せずに、山口組の本家に残る決意をしたが、6代目の司忍組長率いる行動会一派からは、山口組内での裏切りを疑われる立場となってしまったんだよね。確かに、山県組の組長代行までに上り詰めた橋本会長なので、裏切りを疑われるのも仕方ないよな。そんな山口組内での立場が続いた頃に事件が起こり、5代目の命日に独断で墓参りに出向いたという行為が、山口組執行部への当て付けだと受け取った、山口組若頭補佐の竹内輝明が強くなじったことが発端となり、橋本会長が誤算の後に総本部には戻らず、側近などに引退をほのめかしていたと言われているんだよね。やっぱり、山口組内での雰囲気はあまり良くなさそうだな。このトラブルは、橋本会長が司忍組長に直接謝罪をすることで収まったが、騒動後には統括委員長から、射程にまで降格する処分が下り、最終的に高山清若頭が大阪に出向いて、橋本会長と面談したことで、極真連合会の解散が決定的になったんだよね。この高山清若頭との面談では、何か重要なことが話し合われたのかな。この面談では橋本会長に対して、今後も色々と問題を起こすのであれば、玉水会の山下昇会長に、極真連合会の代目を譲り、自らは引退するようにと要求されたそうで、玉水会とは極真連合会と同様に、山口組の直系なので、両組を合併した上で会長の座を譲れとの申し渡しであったが、この申し出に対して、橋本会長は断固拒否したんだよね。上層部からの申し渡しを断固拒否して大丈夫か、組の存続を考えると従うべきなのでは。この山下昇会長とは、元極真連合会の若頭だった人物で、その時にしのぎで下手を打ったので、当時橋本会長が彼を処分しようとしたが、行動会の若頭だった竹内輝明が横槍を出して処分を撤回させ、しかも山下会長を山口組の直参に昇格させたという過去があり、橋本会長としては遺憾極まりない。申し渡しだったと言い、代目を譲るくらいなら自らが引退し、組を解散してまで許しがたいことだったんだ。なるほど、極道としての意地みたいなものがあったんだな。その後橋本会長は、高山清若頭に意地を見せつける形で、2019年12月に、極真連合会を解散させ、極道の世界からも足を洗い引退したんだよね。極真連合会は、一代で山口組の直参までに上り詰め、最後は自らのプライドをかけた組織だったな。というわけで、今回はあの木村幸次郎も暗躍し、山口組の中でも力を見せつけた極真連合会を解説したよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。